たたち何か必要なものがあったら何でもおばちゃんに言ってちょうだい。ここかしんどりたちの店にいるわ。分かってるわよ、今はみんな落ち込んでるだろうけど、私は忙しくしてる方が気が楽でね。スルトの居場所をどこで？ああ、トールといた時、祭壇で秘密を解いたんだ。トール？帰るとこは見られてない。問題はそこではない。スルトを見つけたら、奥さんのシンモラと合体するように説得するんだ。合体？そう、二人が、その、一つになると、アースガルズを破壊する巨大な怪物になるんだ。なんと、まあ！実はフレスベルグとの交渉に懸念を抱いていてな。おそらく彼女が受け入れるのは私のような聖者の言葉ではなく死者の言葉だ。ミーミル、来てくれるか？死ぬのも脳の内とは。わしがいなくてもこやつらは平気じゃろう。お前さん、行ってもいいか？行け。感謝する。また後でな。ねえ、遠くにスルトの火事場が見えるよ。スルトの妻はどこにいる？ニブルヘイム、多分ね。火事場が見えるかも。危ない。会うか。二人も予言に抗うためにそれぞれの世界で離れて暮らしてるのかな。そう、ラグナロクの必要性を理解してくれるかな。見て、あそこ。溶岩滝の奥だと思う。知ってるのか？勘だよ。
でも前に来た時大体の場所は分かったから。拒まれる可能性も覚悟しておかないと。覚悟？予言だと二人は一つになる。でも二人がそれを嫌がるかも。もしそうなら無理にでも原始の存在を従わせるつもりか。うん、どうだろう。でも彼ら抜きじゃ勝てないしさ。近づいてる。火事場の音だ。するとを探すぞ。
門の奥だよ。あと少しだ。きっとあの人だ。確かめる。ねえ、すると人違いか無視されてるかだね。行ってみよう。どうも。炎の巨人か。伏せろ。なんだよ今の。ひどいじゃないか。まずはこいつらだ。なんだ。うわっ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 。ドラフルが。集中しろ。アツはこの世界の守護者、守ろうとして当然だ。そんなことする人が。それでも奴も必要なのだ。助ける気はない。お前は誰だ。尋ね人の慣れの果てだよ。なぜ助けてくれないの。助ければ避けられぬ。何をだ。死だ。へえ、そんなに自分の命が惜しいんだね。我のではなく妻のがな。でもここにいても意味ないよ。ここでただ座って死を待つためだけにシンモラと別れたの。奥さんと一つになればまた一緒にいられるのに。今も一緒だ。心臓を交換した。それだけで十分だろう。でもそれじゃ。誰かを愛したことはあるのか。いい気分だぞ。
ディンが望みを叶え、アースガルズ以外の世界が滅ぶことになる。あやつは死ぬべきだ。だがそのために妻を犠牲にする気はない。微塵もな。すまない。来い。待て。その刃は見てもいいか。刃から原始の炎を感じる。この土地のものではない。さまつなことだ。ああこれならば。何なの。この刃をここに刺せ。されば我は怪物になる。妻を巻き込むつもりは微塵もない。でも予言では二人が一つにならなきゃダメって言われてる。失敗したら命など惜しくもない。まあ待て。ついてこい。どこに行く。集まりの地っていうと。ニブルフィームとムスクルフィームの戦い。初めの世界が生まれた場所だ。お前たちでは遠い手だ。すごい。スルト。心配だ。この方が楽だ。始まりの地には一体何がある。魔法。原始の魔法だ。それとお前の刃と我の心。それがあれば我は破壊の巨人となる。気に入るはずだ。何が起きるの。さあな。我ではなくなるのだろう。じゃあ新しいあなたはどうやって奇襲すべき時を見極めるの。角笛がある。だろ。ある。なら心配ない。ねえ、スル。あなたは初めはそこにいたの。ああ。どんなとこ。うるさい場所だった。さあ着いたぞ。始まりの地だ。うわあ、すごく綺麗。先に行く。うまくいきすぎだ。オーディンはギャラルホルンと仮面を持つ我らがブロックを殺された後スルトを探しに来ると見抜いている。でも他に道はないよ。そう、そこも見えている。ここだ。ねえ、シンモラに知らせなくていいの。ああ、
知れば傷つく。知らされないよりも。愛とは誰かを思うがゆえに、より小さな傷を選ぶことだ。よくわかんないな。妻には手を出さないでくれ。約束する。すると心臓に刃を刺すだけで生まれ変われるの？シンモラの心臓は見事なまでに冷たい。その刃に我の炎を込めておいた。我をたっぷりと彼女の中に流し込めばうまくいくはずだ。わかった。来い。心臓を合わせればラグナロクとなる時が来た。かかるのかな。父上、早く！
につけられた。スルトが言った通りうまくいったんだ。まあバルキュリアには手こずったけどさ、でもオーディンもこのことを知ってきっと気が気じゃないはず。考えてみてよ、アースガルズに行けばラグナロクが現れて全てを破壊する。オーディンに勝ち目はない。僕たちの勝ちだ。予言通りね。グローアはその代償までは予言しなかった。重要なことだけ見たのかも。ねえ、きっとうまくいくよね。ああ。
グナロクの影響だ。ねえ、あの崖を見て。地震のせいであんな風になっちゃったんだろうね。オーディンの手下か。バルキュリアたちが火星に来たんだ。なんだよ。何度も戦で戦ったんでしょ。ラグナロクみたいな味方がいたことはある？あるな。怪物がいれば勝てるというわけではないだね。地震だ。このままじゃこの世界が崩壊するよ。無口だね。まあいつもそうだけど、いつもと違う。私は終わりなき戦いの日々を過ごしたが、息子には戦と無縁の人生を願っていた。Go!
ラグナルトを前にし、アスガルトの危機を察したのだ。僕らは間違ってない。ラグナロクは必要だよ。この戦のために多くを失った。犠牲は増える一方だ。でもやらなきゃ。お前さんたちどうじゃった。わしゃ能なしの蛮神族のお守りでほとほと疲れたわい。ラグナロクは現れる。ヘルの軍勢も来てくれそうじゃ。わしのおかげでな、ついに戦が始まるのか。どこに行くんじゃ。神殿に行く前にどこか寄るか。もう後戻りはできないよ。済ませておきたいことはある。ここに来ると思ってたとこよ。みんなミズガルズに集まってるらしいわね。置き去りにならずよかったわい。シンドリと会ったか。ええ、塞ぎ込んでいたけど、まあ当然よね。そうじゃな。お前さんとブロックは。あんたがその手で主審をとっちめてくれるんでしょ。あんな男をこのまま逃がしたりするわけないわよね。当然だ。頼んだよ。あいつの体のあんなところやこんなところに山ほど穴を開けてくれたら、おばちゃんも大喜びしちゃうからね。なんだって用意してるわよ。そんじゃ敵の首取ってきて。まったく恐ろしい刃物だね。これに比べたらオーディンの槍は爪楊枝。